常、森久子一月二日台は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、旧姓は絵畑、旧満州に生まれる。医師の父は王将して戦死し、1945年母と二人で、広島県秋津町に引き上げ、さらに、呉市に移った。5歳からピアノを習いピアニストを目指したが、中学生の時安倍孝治の助言で声楽に転向し、1964年に、 東京芸術大学生学科を卒業。安倍浩二、浅野千鶴子、ジョルジュ・ファパレット、ロート・マーリングに指示。1965年にバリトン歌手の常森投手と結婚した。1966年1月7、8、10日に藤原歌劇団の美勢、カルメン・ミカエラ役でデビューした。その後、マスネ、マノン・プセット、NHK 放送オペラ。 暗い鏡などに出演。1969年夫と共に、ローマのサンタチェチーリア音楽院、シエナ、ミラノ、スイスのルガーノに留学した。1971年帰国後は、日本を代表するコロラ・トゥーラ・ソプラノとして活躍した。モーツァルト、フィガロの結婚、スザンナやドンジョバン・ニゼェルリーナ等のオペラやリサイタル、コンサートに出演し、NHK 交響楽団、 日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団、札幌交響楽団、その他の全国の主要オーケストラと共演。第9交響曲のソリストは150回を超えるという。1985年2月1、2、3日の2機会オペラ公演、モーツァルト、マテキヨルの女王を演じた後は、音楽教育者として、更新の育成に注力し、 京都市立芸術大学教授を務める一方で、1989年に、井出田敬造作曲のオペラ、細川ガラシアガラシ社夫人を演じている。また、1997年11月30日の、京都市立芸術大学音楽学部学外、コンサートオペラハイライトドリーブ、ダクメウェーバー、マダンのイテモーツアルト、マテキ、フンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテルでは指揮も担当した。 その後、向川女子大学講師を経て、2020年現在は、平成音楽大学特任教授を務めている。夫は、東京芸術大学の同級生であり、1978年時点で6歳の子供がいた。常森は、実質的な私の先生。私が忙しい時は家事も、うふふとインタビューで答えている。オペラ歌手としては小柄だが、 上半身は自信あるんだけどなと微笑んだ。ありがとうございます。